秘密基地大作戦。夏の陣、夏の陣テイク2した夏の陣です。この間ね、クイズ残念ながら、はい、と言ったら何なのか引き分けだったので、そうですね、あの穂波と龍冠の力を使っても引き分けだったので、今日はちょっと種類の違うクイズをねして、もうちょっと決着をね、夏の決着をつけとこうと。そうですね、夏の勝敗が決まるわけです、ね、え、なんだって夏の勝敗が決まる、夏の勝敗が決まるんです。蹴りをつけないと夏が終われないと。そうですね、ウミガメのスープっていう、あー聞いたことある、水平思考クイズって言われるやつですね。なるほど、それでちょっと今日は対決して、なんだいや、なんか知らないような、なるほどだったし。いや、知ってるよ、もちろん。じゃあ説明して。あれですよね、これはなんでこうなったんですかっていう話ですよね。話っていう問題です、ね、そうそうそうですね。ざっくり言うとね。で、事前にね、サポーター、あー、ま、たいた方がいいですか、どっちどうですかって言ったら、いや、俺はいた方がいいですよってね、誰かが誰かが言ったんです。俺は違う。そのクイズだったら俺はいた方がいいですねって言ってた人がいたんですよ。俺です。なので今日もくじを、くじガチャをここに、はい、サポートガチャ。今この場に5人うちのメンバーがいます、うん、はい、その人たちがとりあえずみんなにさ、協力してくれるってことなので、誰が力になるか分かりません。それ1個ずつ引いてもらって、で、ね、サポート後ろに入ってもらうって形でやろうと思います。名前が書いてあるわけですね。そうです。はい、じゃあじゃんけんでもいいし、好きなの取ってもいいし、お任せします。取ってください、1個ずつ。じゃあ、せーので行こう。せーの。おっ、じゃあ、これ、いや、これでいいよ。これでこれがいい。じゃあ、主作から行こうか、今日。はい、行きます。はい、開けてください。龍華って書いてますね。お、じゃあ、龍華ですね、ツッキーは。ということは、まさか大好きです。おー、ということは大好き。ということは大好きですね。なるほど。ということで、じゃあサポートに選ばれたお二人には入っていただきましょう。お願いします。お願いします。はい、ということで、本当はこの水平思考はうちでやったらどうかっていうのは、モカちゃんがそもそもね、どうかっていう、うん、ツイッターで俺とやり取りしたんだけど、なるほど、そのモカちゃんもいたんだけど、残念ながら選ばれず、なのでまたモカちゃんに、ね、次回水平思考クイズで出てもらいます。ぜひお願いします。その時いるかわかんないほんまや、別でやろうって話で。じゃあ、まあ、とりあえず2問いこうと思います、うん、で2問でもし決着でつかなかったら3問で。なるほど。でルールとしては、まず最初問題出します、はい、そしたら、まあ、質問はどんどんしてください、うん、でそれに対して俺は、はい、いいえ、わかりませんの3つで答えます。だからその3つで答えるように質問してください。はい、わかりました。それってどうなんですかって言われても分かりませんってことになるのでっていう感じでやっていきます。では早速いきます。そんな本当難しくないから、余裕余裕、すぐ終わるからね。第1問、はい、天気予報が当たらない、目覚まし時計が鳴り、 A と B はベッドから起きた、2人とも出勤前なのでご飯を食べ始めた、 B が窓の外を見ながら、今は大雨だけど24時間後には日が差して青空が見られるはずと予想した。しかし A はその予想は外れると確信していた。そして実際に予想は外れた。 A は気象の専門家ではなく天気予報など全く見てはいなかった。なぜ予想が外れることを確信できたんでしょう。はい、どうぞ。なんだこれは、何でしょうか。質問していい。質問していいんだよ。湿度は高かったですかね。わかりません。アナログ時計です。わかりません。じゃあ時計、目覚まし時計です。目覚まし時計が鳴らなかった。鳴ったんだ。鳴ったんだ。切れねえじゃん。鳴って A と B が起きました。2人とも出勤前なのでご飯を食べ始めました。マリオとルイージ。で B が窓の外見ながら、今大雨だけど24時間後には日が差して青空が見られるはずだよっ
って言ったんだけど、いやそれは当たんねえなって A は思ってた、うん、で本当に当たんなかった。で別に A は別に気象予報士とかそういう資格もないし、うん、特別な知識もないし天気予報も見てなかった。じゃあなんでその予想が絶対外れるよって分かったんでしょって。はい、質問受け付けますよ。まだ質問が2つしか来てません。時期は関係ありますか？いいえ。関係ないのか。うん、あ、なんかどんどん質問を。え、でも今同じような質問だった。サポートになってないじゃない。こっちからも質問もらう？もしあれだったら。姿は出さないけど質問のあれだけ、じゃあ質問だけもらいましょう。もしだから何か質問あれば。はい、はい、質問文って24時間後は出会ってますか？はい、そうです。分かった。はい、モカちゃんが答え分かりました。もう引かないから、モカちゃんを引かないからだよ。モカちゃん引いたら勝てたのに。天気予報見てないんですよ。簡単だよね、この問題ね。天気予報見てないんですよ。見てないで、あの天気予報士とかでもないんですよ。いや、全然違う。24時間後大事らしいぞ。あ、スチが気づいた。24時間でこれが、なんだ。それは12時間後だったら外れてたんですか？それは分かりません。だって24時間後は外れたしか書いてない。あ、なるほど。今ね、たぶんとらわれてる。なるほど、なるほど。全然問題ない。これがっていうことは、これではなく、これなのかな。回答しますか？回答します。はい。どれではなく、どれなの？いや、口頭でいいよ、口頭でいいよ。その夫婦はですね、うん、夜に起きたんです。正解。やったー。あー、そうそうそう。さすがです、さすがです。2人とも夜勤で夜起きたんで、よ夜目覚ましが鳴って起きて、だから出勤前のご飯を食べ始めた。今から24時間後に晴れて青空が見られるって言った。晴れたとしても見られるのは青空ではありません。だからその予想は外れるって分かってたんですね。そういうことか。夜勤か。それはスチが静かになっちゃった。これはちょっと決着つくんじゃないか。今のはね、君じゃないよ。じゃあもうちょっと簡単な方がいいかな。もっと簡単な方がいい。できますね。じゃあ一番簡単な。今の結構簡単な問題だったりするんだよね。第2問。たかしは3日間病院にいた。特に障害も病気もなく怪我もしていないのに、退院の時自分の足では歩けず運び出されて退院しました。一体なぜでしょう。たかしは質問は質問求む。もう一回問題文読んでます。たかしは3日間病院にいました。特に障害も病気もなく怪我もしていないのに、退院の時自分の足では歩けず運び出されて退院しました。一体なぜでしょう。出てるけど3日間病院に入院してたんですか。そうですね、まあまあ形としては入院していた。入院してたんですね。どこか悪くして入院していたですか。分かりませんですね、それは。でも入院だ。でも退院するときは元気だったってことですよね。はい、そうですね。なるほど。もう一回質問いい。待って待って、何回でも質問はいいですよ。はい、あの退院の時は元気だったんですよね。はい、はい、健康な状態でした。健康な状態なんです。はい、質問いいですよ。オーディエンス女子さんに質問あったら。はい、はい。運び出されたのは、はい、病院の中からですか。はい、退院しましたって言ってんだろ。これですよね。これですよね。足が悪くなったんです。いいえ、歩けなかったんですか。はい、
はい、ツッチーは俺あれ答え行き着くかなと思ったんだけど、あのさっきの質問したから、そう、そういう、そういう意図があったんじゃないんだ。ツッチーあの質問したってことはもう、あの答え間近なんだと思ったんだけど、どの質問ですか。さっきの質問です。さっきの質問、さっきの質問、一番直近のツッチーの質問です。足は悪くなかったんですか。はい、いやいやいや、じゃあ、わかんない。はい、はい、はい。はい、はい。回答ですか。回答です。回答。足がもともとない。違います。障害も病気も怪我もなく。そう、そうですよね。車椅子かな。運び出されて退院しました。はい。はい。あ、あ、亡くなった。いいえ。はい。待って待って、え、待って、いや、質問してもいいし、土に耳打ちしてもいいし、はい、回答ですか、質問ですか。回答です。はい、たかしは、はい、赤ん坊だ。正解。やったー。やったー。大好き。いや、そうだと思った。そういうことだ。だから、入院してはいたんだけど、入院したとは言わなかった。3日間病院にいたって最初に言ったの、そういうことですね。病院の中で生まれたから。あ、気持ちいい。あー、よかった。あれじゃねえけど。じゃあもうさ、真逆なことして浮かばなくてさ、絶対なくなったと思ったの。全然覚えてない。だから自分の足では歩けなかった、健康だったけど、だから運び出された。健康な状態ってなったら何だろうって時に、ね、前の謎謎でそれがあったじゃないですか。それを思い出した。なるほど。あー、やっぱもつれるね。では、これで、夏の陣、最終問題です。よし。第3問、小説家。とある人気小説家の男は長い時間をかけて一冊の本を書き終えた。しかし出版することなく自宅の本棚に並べました。編集者もそれについて何にも言いませんでした。一体なぜでしょう。本を書いたんですよ。はい、一冊の本を書き終えました。まあ、ちょっとやった方がいい。書くじゃん。はい、書きました。書き終えたんですよ。で、書き終えたんだよ、これ。書き終えた。なぜか原稿用紙。で、でも本棚に、ん、あ、ま、いや、なんでもない。敵だってことに気づいた。はい、皆さんから、オーディエンスも含めて、皆さんから質問を受け付けております。最終問題です。夏の陣。水平思考クイズ自体はまだ問題が、その本に価値はありますか。わかりません。あ、ちょっと、試しに。はい。はい。盗作だった。いえ。それはちゃんと本にしたんですか。というと、そのもう普通に販売できる形？いや、なんでもないです。編集者に渡してないから販売できる形にはならない。書き終えて本棚に入れたんだ。書き終えて本棚に入れたんですか。書き終えて本棚に入れた。自宅の本棚に並べたの。出版してないんだから売る形にはなった。はい、砂川さん。なるほど。書いた本、書き終えた本としまう本って一緒ですか。はい。本の形に製本したんですか。わかりません。本棚に、でも今だったら。じゃあこれで答えてみます。パソコンとかね、はい、答えてみるそうですよ。はい、はい、日記だから。正解。おー、来た。なるほど。ありがとうございます。素晴らしい。龍華の力ですね。龍華が夏の陣は大活躍でした。いやありがとうございます。そう、日記、本になってますよね。日記って、あれを書き終えたから本棚にこの本、この日記が書き終わったからってしまったんですよ。だから編集者はこれ作品じゃないかと言わなかったんですね。何も提出しろよ。日記だから。夏休みの日記って本って言うか。ああ、そうだよな、言わねえよな。でも、じゃあこの日記、これ本になってる。本になってる日記だったらどうする。本って言うでしょ。日記言いそうだけど。日記って言うよな。いや、大人げないな。でも、お前の仕方ね。いや、そう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 なんだ。でも、サポートありきの勝負だ。この決着は、秋の陣で。そうですね。今、じゃあ、1-1だから。そう、今、1-1だからね。あの
冬と夏で。あ、本当に武田信玄と信玄って言うそうやな。詳しくは概要欄から見てください、武田信玄についてはね。あ、これ難しいよ。ツッチーが意外と苦手だってことが分かったね。というわけで夏の陣、白石秀作の勝利。イエーイ、ありがとうございます。そして誰よりも何よりも上野龍華大活躍。だってツッチーそもそもね、龍華がいなかったら前のクイズの時に負けてたわけだから。分かったでしょ。分かった龍華を聞けば勝てるって、うん、そう、勝利の女神ですね。大丈夫です、あの答えたから大丈夫だね。ツッチーは答えてないけどね。俺が答えた。修作も答えてないよね、実はね。そうですね、サポート対決だな、うん、だから、あれだね、くじ運ここは消しといてもらってもらってあの普通に見れると思う。ツッチーだからくじあんなに急いで取りに行ったのに、ね。それでいいの、変えるって言っといて、変えた方が良かったね、ツッチー、くじね。もう今頃笑ってるのは俺だった。そうです。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。